TFT 液晶ディスプレイノートパソコンに USB 接続の液晶ディスプレイをつなげたところ、ディスプレイはモニタともいい、コンピュータなどの機器から出力される映像を表示する機器である。コンピュータの出力機器の一つであり、画像を表示する方法には以下のようなものがある。このうちビデオプロジェクタはデジタルミラーデバイスや液晶パネルの映像をレンズで 拡大表示するものが多い。デスクトップパソコン向けの単体のディスプレイ装置は、かつては、ほとんどが、ブラウン管式であった。しかし、1990年代後半から、液晶ディスプレイが普及し、2007年頃までに、パソコン専用の CRT の生産はほとんど、行われなくなった。パソコン専用の単体のディスプレイ装置については、 パーソナルコンピュータ本体とともに資源の有効な利用の促進に関する法律の適用を受けることになりメーカーによる回収リサイクルが制度化された詳しくはパーソナルコンピュータ電子ゴミ問題とリサイクルを参照のことビデオ信号はビデオ表示回路で生成発生され少なくとも一つ以上の表示規格を満たす規格には画面サイズ 発色数、水平及び垂直方向の操作周波数、信号インターフェースの電気的特性などがあり、これらのいくつかは互いに関係し合う。技術畑の人たちには、ディスプレイという言葉の方が、モニターよりも好まれることがある。これは、機械語レベルのデバッグや、スレッド同期機能を表す、モニターと混同しやすいためである。コンピュータディスプレイは、他に、 ビデオ表示端末とも呼ばれる。ブラウン管式の PDP-1 などの単色、ベクタースキャングラフィックディスプレイブラウン管を用いた、ディスプレイ初期の CRT を用いた VDT は、グラフィクス表示機能を持たず、全身の電動機械との類似性から、ガラスのテレタイプ端末などと呼ばれた。モノクロディスプレイは、単色の ON、オフだけが表示でき、グレースケールディスプレイは、 単色の会長を表現できる。CRT 時代は、モノクロディスプレイというと、実際には、グレースケールディスプレイであったが、初期の LCD、PDP ディスプレイは、カラー表示ができなかったため、単色のみで、会長表示もできないものが珍しくなかった。色信号を付加する必要がないため、画像信号の伝送には、通常の NTSC 等のビデオ信号と、 単一の RCA 端子、または BNC コネクタが使用されていた。また、ブラウン管では表示色は蛍光剤で決まり、グリーン、アンバー、白があった。初期のカラーモニタのインターフェースには、デジタル式とアナログ式があった。デジタル式の場合、見原色の RGB それぞれを ON オフできるだけであり、表示可能な色は発色である。 デジタル式でもグビー方式では、発色の各々の軌道を全軌道と半軌道とに制御することができ、発色の明暗で合計16色が表示できた。初期の IBM PC の CGA カードのインターフェースはこの方式であり、今日のディスプレイ標準でも16色というとこの組み合わせが用いられる。デジタルモニターは TTL モニターと呼ばれることがあった。 これは RGB 各色を表すのに TTL レベルの電気的インターフェースを用いたことによる九ピンの D サブコネクタまたは八ピンか六ピンの D コネクタと八ピン角型デジタル端子で接続されるアナログ式の場合 RGB 各色が連続的に表現されるため原理的にはすべての色が表示可能であるがコンピュータの表示回路が 生成可能な色数に制約される。最新のディスプレイ装置では24、32ビットカラー表示に対応する。24ビットの場合は RGB それぞれが8ビット、すなわち256階調の組み合わせで1677万色。32ビットの場合は8ビットがあまりとなるが、これは表示には関与しない。 国内規格としては15ピンの d s ブ、PC、AT においては VGA 端子が一般に用いられる。または家庭用テレビ受像機と互換性のある21ピンコネクタが使用される。表示領域が広く、同期周波数が高い場合は、同期信号と色信号を別々の BNC コネクタで接続する場合もある。また、 新しいデジタルインターフェースである DVI 規格においては3 2ビットフルカラー表示に対応した信号伝送が可能である。デジタルコンテンツ保護の規格 HDCP を備えるものもある。2007年頃からデジタル家電やパソコンビデオカードに HDMI 端子が普及したことに伴い液晶ディスプレイでもこれを備えるものが増えてきた。 HDMI 規格自体にライセンス量が発生するが DVI と互換性があり設計コストが低いことから2009年現在では低価格帯のディスプレイにも搭載されるようになっている2007年には USB 接続の液晶ディスプレイが登場した液晶ディスプレイ側にグラフィックスコントローラーを搭載し別途ディスプレイケーブルを接続する必要がない また USB ポートから電源を供給できる製品もある。2009年現在ではサブディスプレイとして利用できる小型サイズの製品が一部で普及しつつある。新しい世代のインターフェース規格としてディスプレイポートがあるがコストや互換性などの問題もあり2017年現在ディスプレイでは一部の高級機種で搭載されるに止まっている。しかしビデオカードについては 2017年現在、低価格でもディスプレイポートの出力に対応する製品が増えている。最近の CRT 表示器は非常に柔軟性に富んでおり、概ね640-480から1920-1080で32ビットカラーまでの範囲で様々な表示周波数に対応が可能である。特殊な用途では、 さらに情報量の多い2048,536や3,942,162も対応できるものもある。画素数が固定されている液晶ディスプレイの場合はパネル自体と異なる解像度を表示するために拡大、または縮小処理する必要が生じ、文字がぼやけて見づらくなる現象が発生する。液晶パネル自体と同じ解像度を用いるのが望ましい。 CRT モニターで使用できるリフレッシュレートの上限は解像度を上げるほど低くなる。リフレッシュレートが低いとちらつきが増え見づらくなる。液晶ディスプレイのリフレッシュレートは Windows 等では便宜上 60Hz と表示されることが多いが、原理上は気にする必要はない。ブラウン管ディスプレイはもっぱら4、3が主流だった。液晶ディスプレイは普及機には4。 3や5、4が中心だったものの、2000年代半ばから16時10分のワイド画面が特に家庭向けで多くを占めるようになった。さらに2008から2009年にはデジタルハイビジョン放送、薄型テレビと同じアスペクト比である16、9の製品が主流になりつつある。LCD 等ディスプレイ技術によっては原理的に色のレジストレーションズレがある。 このため、色によって、起点の中心が異なることになる。2001年頃から、ソフトウェア設計者が鮮明なテキストイメージを表示するためにこのレジストレーションズレをうまく利用し始めた。その例として、マイクロソフトのクリアタイプやアドビのクールタイプがある。MacOS でもクオーツにより同等の機能が実装されている。人間の目が、 起点の位置の認知については鋭敏だが、色については鈍感であることを利用し、文字表示についてのみ、実際の画面解像度以上の解像度を疑似的に利用することが可能である。以前から同様の技法として、ジャギーの周囲に周辺色との混色を配置するアンチエイリアシングが存在したが、この手法を1ピクセル以下の領域で行うのがクリアタイプである。 ただし、日本語文字フォントでは、この機能は働かない場合がある。ディスプレイの解像度が低すぎて、イタリック表示ができない場合でも、文字を移動させれば、イタリック表示になり得る。見かけ上ピクセルの何分の1かの移動は、その分の時間軸を遅延させることにより実現できる。ベサ規格で定められた、ディスプレイ取り付け基部。モニターアームとの接続に使用する。 液晶ディスプレイの一部には画面を90度回転し、縦長の状態で使用できる製品がある。縦長な印刷物の製作などに適している。ただし回転させると、サブピクセルの配列の見え方が異なるため、細かい文字等の表示に違和感が生じたり、蒸気のようなサブピクセルレンダリング技術は適切に動作しない。ピボット機能を持つ液晶ディスプレイはスタンドに、 回転機構が備わっているが、そうでないディスプレイでも別売のモニターアームなどを使って回転させることができる。OS 側を画面回転に対応させるために、かつては専用のユーティリティソフトウェアを使用する必要があったが、近年ではビデオカードのドライバーや OS 自体にその機能が含まれており特別なソフトウェアをインストールすることなく対応できる場合が多い。 CRT モニターでは奥行きが大きいため縦長画面にして安定的に設置できる場合がある。アーケードゲームを移植した縦スクロールシューティングゲーム等では縦長表示に対応しているものがあった。キャプチャとはコンピュータからディスプレイに送られている信号を画像データとして記録する行為を言う。これを俗にスクリーンキャプチャと呼ぶ。キャプチャされた静止画は スクリーンショットと呼ぶ。以下に、主なオペレーティングシステムでのキャプチャ法を示す。ただし、一部のソフトウェアが起動中の場合は、コピー禁止という画像が生成され、スクリーンショットが撮影できない場合もある。によって、ファイルに保存できる。通常の静止画キャプチャ操作では、動画部分は取り込めないことがある。グラフィックスデバイスドライバのアクセラレーションが、 キャプチャインターフェースを提供しないため、抜け落ちて、出た一色に取り込まれる。この問題を解決するためにはオーバーレイを使用しないか、アクセラレーションを使わない再生を行う必要がある。Windows、Windows メディアプレイヤーでアクセラレーションを使わない再生を行う場合は、以下の操作を行う。ツールオプションパフォーマンスビデオのパフォーマンス、ハードウェアアクセレータの値を、なしにする。 もしくは、オーバーレイを使用しない、ビデオレンダラーを選択する。Windows Vis 対抗では原則として、オーバーレイが使用されなくなったため、ほとんどの場合は特別な設定をすることなく、通常の静止画キャプチャ操作で動画も取り込める。X Windows システムビデオオーバーレイデバイスを、X11 などにする。無プレイヤーであれば、VOX11 オプションを用いる。 無プレイヤー、コンフィグにズームイコールイエス等の記述がないとアスペクト設定ができないことに注意。画面キャプチャとはコンピュータ等の画面に出力される映像情報を静止画または動画ファイルとして取り込み保存するという行為のこと。これを実現するためコンピュータに搭載するハードウェアはキャプチャデバイス、ソフトウェアはキャプチャソフトと呼称される。 一般的には録画ソフトによって行われる。コンピュータにディスプレイが使用されたのは1960年代で IBM、ユニバック、RCA 等の米国メーカーが先行し、日本のコンピューターメーカーが追従した。欧米ではアルファベットの表示のみで十分だが、日本ではカナを追加し、さらには漢字へと拡張していった。ほぼ並行して図形。 画像を表示するディスプレイが開発され、最終的には文字、図形、画像が統合されたマルチメディアを表示するディスプレイに発展した。PC の能力アップと普及によりディスプレイの役割が終わり、1990年代から次第に PC へその技術と共に引き継がれた。富士通のディスプレイは、 コンピューター制御用からスタートし、データ入力やコンピューターに蓄えられたデータの情報検索用へと用途が拡大し、需要が急増した。コンソール用ディスプレイコンピューターはコマンドにより制御される。初期のコンピューターシステムでは、コマンドはパンチカードや紙テープを作成し、リーダーでコンピューターに読み込む。コンソールパネルに設置されたランプで表示された。 マシン号解読し、スイッチ類を操作して、コマンドを入力し、コンピュータを制御する。これらの操作は煩雑で高レベルのスキルが必要、かつ時間も手間もかかるという欠点があった。この問題を解決するために応答が早く、操作性が良いコンソール用タイプライターが設置され、コマンドの入力やコンピュータ内のレジスタ情報を印字した。 このタイプライターをディスプレイに置き換えて、さらに応答速度や操作性が向上した。富士通の最初のディスプレイ F6221A は1968年に京都大学に納入された大型コンピュータ FACOM230 から60のコンソールに使用された。総製造台数は2台、1台は納入、他の1台は車内に設置しソフトウェアの開発や、 バックアップ用とした。ディスプレイは入出力制御装置を介してコンピュータに接続され、表示部、文字発生部、キーボードと表示画面に対応した文字コードデータを蓄積するメモリを含む制御回路で構成されている。表示部はオレンジ色12インチ CRT で1000文字のアルファベットとカナを表示する。CRT は 電子ビームを操作して文字の形を発光させるが一瞬の間に消えてしまうのでリフレッシュメモリに蓄積した文字コードデータを1秒に25回以上読み出して文字発生部で文字の形に変換した信号を CRT に送り発光させて静止画像を得る。文字発生はフライングスポット間方式を使用した。キロバイトは タイプライト配列の文字鍵盤とファンクションキーで構成され、文字データとコマンドの入力に使用される。制御回路ではキロバイト、またはコンピュータからの文字データをリフレッシュメモリに格納し、コマンドによりコンピュータ間の送受信制御やリフレッシュメモリ内の文字コードの追加、挿入、削除、訂正等の処理を行う。制御回路は、 トランジスタとダイオードの論理回路で構成した。1969年に開発したディスプレイ F6221 バイトは、コンピュータ F230 シリーズのコンソールとして使用された。総製造台数は約50台。表示部はグリーン色12インチ CRT で1000文字のアルファベットと金文字を表示する。 文字発生は3インチモノスコープ管をリフレッシュメモリにはコアメモリを使用した。1970年に開発したディスプレイ F6222A は小型コンピュータ F230 から15に使用されローコストが要求された。表示部はグリーン色9インチ CRT で80文字のアルファベットと金文字を表示する。文字発生は電に X を重ね合わせた形を基本図形とし、必要な部分を表示して、文字の形とした。リフレッシュメモリには、MOS メモリを使用した。1971年に開発したディスプレイ F6221D は、コンピュータ F230 から5シリーズの標準コンソールとして使用された。総製造台数は、約400台。表示部には、マルチコーティングした。 ガラスパネルを表示面に貼り付けたグリーン色の15インチ CRT を使用し、天井等々の反射光軽減を図った。この技術は高級カメラのレンズで採用されていたもので、極光学に依頼、大面積で均一にするために苦労して開発した。文字発生は2インチモノスコープ管を使用した。リフレッシュメモリには MOS メモリを使用し、制御回路には フリップフロップやゲートをモジュール化した IC を使用して大幅な小型化を図った。1974年に開発したカラーディスプレイ F6221K はコンピュータ F230 から8シリーズの標準コンソールとして使用された。表示部は高解像カラー CRT で1000文字のアルファベットと金文字を7色のカラーで表示する。 内外各社のディスプレイはまだモノクロディスプレイの時代で世界初のカラーディスプレイとなった。文字発生は半導体ロムを使用し79ドットのマトリックスの必要な部分を表示して文字の形とした。リフレッシュメモリには MOS メモリを使用した。データ入力、インクワイアリー用ディスプレイ初期のコンピューターシステムではデータやコマンドを パンチカードや紙テープを作成してリーダーで読み込んで入力しコンピュータで処理した結果の出力はラインプリンタで印字していた訓練されたオペレーターが大量の伝票を入力していたが入力データの確認や修正が簡単で容易であることが処理結果の出力についてはスピードと不要な用紙の削減が要望されディスプレイが使用されるようになった 1973年に開発したディスプレイサブシステム F9520 は電話回線及び専用線経由でコンピュータに接続し遠隔地からの入出力を可能にした回線との通信を制御するコントローラー1台に対して最大32台のディスプレイやプリンタを接続した表示部にはモノクロとカラーの2種がありモノクロームは表示面を マット処理したグリーン色17インチ CRT を使用、天井等々の反射光軽減を測り、1920文字のアルファベットと金文字を、カラーは12インチで7色のカラーで表示する。文字発生は、半導体ロムを使用し79ドット文字を採用した。リフレッシュメモリには、MOS メモリを使用し、マイクロプログラム方式を採用。 簡易プロセッサーとシンプルなマシーン語で記述した簡易モニターを含むプログラムで構成する制御回路を独自に設計した。キロバイトにはタイプライタ配列のキーの右側にテンキーや十数個のファンクションキーを配列してデータ入力の容易化を図った。テンキーの配列には電卓型と電話型があったが約30人に試行してもらって電卓型とした。 総生産台数は8000台に達した。1970年代は IBM のコンピュータ360シリーズ、さらに後継の370シリーズが好評で、全世界を席巻していた。多くの業務用アプリケーションプログラムは IBM コンピュータの使用で設計されていたので、このプログラムを利用するために、 日本のコンピューターメーカー各社は共同して IBM 仕様をカバーするコンピュータシステムを開発した。コンピュータ本体だけではなく周辺機器の仕様を合わせることが必要で IBM のディスプレイ3270の公開された仕様をもとに1976年にディスプレイサブシステム F9525 を開発した。表示部モノクロは17インチ。 カラーは16インチを使用、制御回路には市販のモトローラ社製8ビット MPU を使用した。ディスプレイサブシステム F9525 の後継機として、1979年に省電力、省スペース、ローコスト化と機能強化を図った F9526 を開発した。表示部には、モノクロとカラー CRT に加えて、 ネオンオレンジ色15インチ PDP を追加し、HDLC 回線への接続や、自己診断、トレース、折り返しテスト等の RAS 機能を充実した。市場のニーズは大きく、年間1万台を超える生産をした。コンピュータから、ベクトルデータ群を受けて、図形やグラフを表示する。初期のグラフィックディスプレイは、CRT 画面に仮想合視点を設け、 その格子の交点から別の交点へ電子ビームを操作してベクトルを表示した。その後、半導体メモリが低価格で供給されるようになり、方式が変わってきた。各格子点に対応してメモリを割り当て、ベクトルデータを演算して表示する、格子点のメモリに記憶させる。1969年に開発したグラフィックディスプレイ F6233 は、 米国ウェスチングハウス社から輸入した22インチ円形で表示面がフラットな CRT を使用した。画面上に40964096 40の格子点を設けコンピュータからのデータにより格子点から別の格子点への線分を表示して図形を表現する。線分データは仮想格子上の位置と縦方向と 横方向の長さデータで構成され、リフレッシュメモリとして、最大16系後のコアメモリを使用し、約8000本の線分を表示することができた。ロケットの設計や、軌道計算、列車ダイヤの編成、自動車の設計や、科学計算の結果表示等に利用された。同時に開発した、グラフィックディスプレイ F6232 は、 テレビ型の17インチ CRT を使用、仮想合視点は1024-1024 10で、リフレッシュメモリは 4K5 のコアメモリを使用、約2000本の線分を表示した。先端科学技術分野から、次第に、商業、生産等のビジネス分野に応用範囲が広がり、ローコストで簡易なグラフィックディスプレイが求められた。1973年に開発した。 グラフィックディスプレイ F9530 は、線分表示用のメモリとして、スキャンコンバータ感を使用した。線分データを、スキャンコンバータ感に記録し、ダスタースキャンで読み出して CRT に表示する。1970年代に、テクトロニクス社が開発した、グラフィックディスプレイ T4010 は高画質、ローコストで、CRT 画面に光蓄積機能を持つ、 蛍光体を使用し、リフレッシュ機能を省略した画期的な装置で、世界中のユーザーから評価され採用された。この価格、性能に対抗できる装置として、1980年に、グラフィックディスプレイ F9430 を開発した。モノクロ型は14インチ CRT で格子点は1800、カラーは7色のカラーで格子点は500、400、 格子対応のリフレッシュメモリに IC メモリを採用した。1970年代後半からコンピュータを使用して設計作業の効率化を図るソフトが開発され広く使用され始めた。富士通は設計支援ソフト iCAD を開発し、当初はグラフィックディスプレイ F9430 を使用したが機能が低く複雑な図形表示が困難等の問題があり、 1986年に、高性能、高機能のグラフィックディスプレイ F6240 を開発した。表示面に反射軽減処理をした20インチカラー、CRT を使用。高視点は1 2 4 8 0 0 7色のカラー表示、図形表示に加えて、文字ディスプレイ F9526 と、日本語ディスプレイ F6650 の機能を持つ。 ロッキード社開発のカダムや脱走社開発のカチューなどの機能が高いカナダドルシステムが日本の先進的な企業や研究所等で導入された。これらのカナダドルシステムは IBM コンピュータ環境で開発されていたのでグラフィックディスプレイも IBM 仕様が要求され、この仕様を満足するベクターゼネラル社製グラフィックディスプレイ VG8250 を輸入して使用した。 あと、ベクターゼネラル社へ技術者を長期派遣し、技術移管を受けて1988年にグラフィックディスプレイ F6245 を開発した。20インチカラー CRT を使用し、多色の線画や1600万色のソリッドを表示した。電電公社からの開発以来で試作機を納入、続いて1972年に 漢字ディスプレイ F6570 を開発した。いずれもグリーン色で、標準型は17インチ CRT に512文字、ワイド型は横長20インチ CRT に1024文字の漢字を表示した。ワイド型 CRT はソニーガラスに依頼して電子銃を2個取り付けられる特殊構造のファンネルを購入し、富士通にて製品化した。 文字円盤とビジコンを使用した文字発生装置からスキャンコンバータ感を使用した表示用メモリに書き込む透明なプラスチック板に5376文字の漢字が印刷された文字円盤をモータで高速回転し目的の漢字がビジコン正面に来た時に同期してフラッシュ発行しビジコンに記録して読み出す 1978年に開発した漢字ディスプレイ F6580 の標準型は672字、ワイド型は1344字、漢字を3232のドットで表示する。制御装置はコンピュータとの送受信や小型ディスクに収容した約7000種の漢字のドットパターンを16台の漢字ディスプレイに供給する。また、 1024-1024 10ドットのリフレッシュメモリに線画を描く機能があり、新聞レイアウト等に使用された。1970年代までのコンピュータのシステムソフトウェアはアルファベットとカナのみをサポートし、特殊業務別にアプリケーションソフトウェアでグラフィックスや漢字がサポートされていた。ディスプレイも一般事務処理用の文字ディスプレイ、科学、技術、製造、 設計等のグラフィックディスプレイ、出版、新聞や住所指名を扱う業務等の漢字ディスプレイと別々に開発されてきた。一般の業務の中にグラフィックスや漢字等のマルチメディアを取り込んで統一的、段階的にサポートしたのがジェフシステムである。各種ディスプレイの仕様を統一し、システムソフトウェアでサポートした。第一ステップはアルファベット。 カナのシステムに漢字を加えてデータ処理を第2ステップは日本語による文章処理第3ステップでマルチメディア音声の情報処理をサポートした第1ステップは1979年に日本語ディスプレイ F6650 を開発したモノクロカラーともに14インチ CRT JIS で規定された 漢字約六千四百字種を一文字二十四二十四ドットで表示し千九百二十字を表示した。第三ステップは九百八十三年に日本語ディスプレイのエンハンス版 f 六六千百五十三 a f 六六千百五十八 a f 六六千百七十三 a を開発した。f 六六千百五十三 a ではグラフや簡単な図形を表示するグラフィックス機能を F6658A はワードプロセッシング機能を F6673A は画像を表示する機能を持っている。表示21世紀に入ってからの表示はパネルが主流で LCD や PDP がテレビやパソコンに採用されている。ディスプレイが開発された1960年代はこれらの表示パネルは研究、試作が始まった段階で CRT の時代であった。CRT は、オシロスコープ等の測定器やレーダー等で古くから、使用されていたが、テレビで使用されて、急激に大量生産された。ディスプレイでは、テレビ用の CRT を改造、シャープな文字を表示するために解像度を上げ、目への刺激が少ないオレンジ色や、グリーン色の蛍光体を使用した。NTSC 方式カラーテレビの CRT は、 ディスプレイに必要な線時の表示ができるほどの解像度ではなかったが NHK のハイビジョンの試作機を見学して実用化の見通しを得たこの試作機に使用されている CRT メーカーの三菱電機に依頼しディスプレイ用の高解像カラー CRT の供給を受けたその後コストダウンタイプを松下電機から供給を受けた カラーテレビの解像度は主に CRT 表示面に近接してセットされている、シャドーマスクのドットピッチに比例する。当時のテレビに採用されていた NTSC 方式では2ドットマイメートルメートルで、1974年開発のディスプレイ F6221K の表示部は、ハイビジョン用 CRT と同じく3ドットミリメートル。 さらに高改像が必要な漢字表示の CRT は、東芝に開発を依頼し、供給を受けた。1979年開発の漢字を表示する、日本語ディスプレイ F6650 は4、ドットマイメートルメートルである。ハイビジョンの放送開始が1989年、その15年前の1974年に、ディスプレイのカラー化が実用化。 高解像 CRT 大量生産の基礎となった。テレビの画面表示は CRT の垂直方向で1秒間に40から60回の挙子上波、水平方向で1秒間に3から10万回の挙子上波で変更して画面全体を一様にスキャンする。 1968年から1971年開発のディスプレイ F6221ABD では垂直方向は1画面に20行を表示するために20段の階段波と文字を表示する1行分の細かい制限波を頂上させた波形を水平方向は1秒に1000回の挙手上波で変更する変速クラスタースキャンを行った 1970年開発の小型コンピュータ用ディスプレイ F6222A は、連に X を重ね合わせた形の基本図形を表示するためにラスタースキャンの垂直、水平方向に文字用の変更を加えた極めて特殊なスキャンを行った。1974年開発のディスプレイ F9520、F6221K 以降は、 テレビと同様なラスタースキャンを採用した。文字発生1968年開発のディスプレイ F6221A はフライングスポット間方式の文字発生方法を使用した。フライングスポット間は高解像の CRT でフィルムスキャナ等に使用される。フライングスポット間の表示面にアルファベットと金文字を記録したフィルムを密着してセットし、 リフレッシュメモリから1文字ずつ読み出し、フライングスポット間でフィルム中のその文字の部分を選択してスキャンする。フィルムを通り抜けた光を光電子増倍間で受け、電気信号に変換し、増幅して表示部にビデオ信号を送る。1969年開発のディスプレイ F6221 バイトは3インチモノスコープ間を使用し、 1971年に開発したディスプレイ F6221D は2インチモノスコープ缶を使用して小型化を図った。モノスコープは高解像のフライングスポット缶の技術を利用している。モノスコープも CRT であるが、アノードは蛍光体ではなく金属板があり、文字の形に穴の開いた金属板がアノードの金属板の前に平行に近接して、 設置されている。フライングスポット間と同様に文字盤を操作し、アノードから直接、電気信号を得て、表示部に送る。ありがとうございます。